写真機書き中、今回は書き中おすすめのカメラバッグ会です。いっぱいのカメラバッグ、はい、たくさんありますね。カメラバッグ定番アイテムをちょっと紹介しましょうか。これが角島さんの会社のテンバですね。テンバっていうアメリカのメーカーですね、うん、フォトグラファーが作ったカメラバッグっていうことで、いわゆるあれですね、ハードケースやらが多かった中、こうコーデュラナイロンが使われたという点ではテンバさんが新しかったということですよね。結構使い込まれてるし、いっぱい入りますよね。ここも入るんだよね。入る量はね、でもそのあれですよ、昔のカメラバッグだから、うんうん、いわゆる PC 入れるスペースがないのはね。でも前ポケもでかいし、なんか先見性のあるデザインですね。テンバというのはロバート・ワイン・リブさんが77年にそのコーデュラナイロンで有名になった、これは995かなモデルですね。でっかい、まあ、今はもうね、テンバさんもそんなクソでかいの作ってないもんね。そうですね、まあ、なんでテンバさんもなんかいろいろモデルがね、いろいろ変わっちゃって、この定番もあまりないですが、なんか僕らが20代の時はテンバさんというとちょっとかっこいいメーカー、そうですね、憧れの カメラバッグではありましたよね、まあ、これも40年戦士ですから、まあ、コーデュラナイロンやっぱね丈夫ですよ。これ、うん、ここ開くのが画期的だよね。これでこう、そうね、そうね、うん、まあ、長すぎるからここで結んでね、こうね止めとくんやけど、よう引っかかってね、車とかねなのでなかなか使い勝手は現代的かというとちょっとやっぱ古いかなという感じはしますけどね。なるほど、うん、じゃあもう一個の定番のドンケさん、これ F2 という、これは僕のモデルですね。 F2 ってこんなサイズなんだ。そうなんです、ちょっと思ったがちっちゃいんだな。そうなんですよ。でもこれね、冷静に見ると、うん、意外に入れようと思えば入れられるし、ドンケの利点っていうのはこれ潰せるんですよだからいざという時に宅急便とかでこれだけ送ったりとかができるで軽いんですよね、テンバに比べて。ただこれはバリスティックモデルですけど、うん、ドンケの場合はやっぱ防水っていう意味ではテンバにちょっと劣る。あれよね、キャンバスモデルが結構ドンケはね、そうそう、単色のやつとかね、ナイロンのって、まあ、ちょっと 現代的やね。ここにちょっと雰囲気まだ残ってるけど、そう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 、こういう風にね、見てこの持ち手うん、これ ね実はこれ 5個目ぐらいなんですよ、はい、もうどん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 ね、ここだけやられちゃうんだよね。おすごい悲しいことに。なんで、まあ、カメラバッグやっぱ消耗品だなって思わせるドンケ。ドンケもちなみに76年で、テンバが77年、意外にそんな古くないアメリカのメーカーです。カメラバッグメーカーってね、そんなに古いとこないじゃん。そうですね、あと他に73年にビリンガムというショルダーを作ってるイギリスのメーカーがあって、こういう、なんだろう、ないの、ないんですけど。ないのかよ。コットンで、あれドンケさんもでもキャンパス時だったじゃん。そうそう、そもそもでもあのね、コットンがちょっとこう、なんでしょうね、繊維がひっついてるコットンを売り出したのが、ビリンガムさんなんですよ。すげえ、触ってみたい。なんでないんやろ。そうなんで、ビリンガムさんは今日ないんですけどそのビリンガム、ドンケ、テンバ、そしてその三大巨頭に、タムラックさんが、アメリカのデータ、タムラック、タムラックさんね、一時期一世を風靡したタムラックさん、ナイロンね、この形のナイロンが結構有名というか。そうですよね、このザラザラ感というか。でなんかこう四角いカメラバッグっていうんで、タムラックさん結構一世を風靡したけど、なんかこの辺がかっこよかったの、ね、現代的って感じのカメラバッグでしたね。そうですね、なんかブニョブニョ入ったスリングが結構有名でしたよね。ああ、なるほどなるほど。タムラックはね、なんかあんまりこう、なんだろう、古びないっていう か古くならない、痛みにくい確かにドムケとかもめちゃくちゃ痛むから ね、それを考えるとタムラックさん今も結構使えるモデルが多いのかな、うんうん。あとこの中で思い入れあるモデルとか。思い入れあるモデルですか、うん、まあでもずっと使ってるハリバートンとかかな。ハリバートン紹介してください。まあこれはカメラバッグというよりは貴重品全般の、入れちゃったハリバートンね、うん、まあハードケースタイプではハリバートンでしょう皆さんね。なんだろうな、これいろいろなモデルありますよね。
ある、うん、でもこれなんかここがかっこいいね。かっこいい。なんかもっといろいろこの丸みもさ、いろいろなパターンあるじゃん。ありますね、ずらりね。まあまあまあ、これは何が利点なんですか。硬いまあ中は自由に作れる。あー素晴らしい、ね、なるほど。本当に貴重品を運ぶバッグっていう感じですね。そうですね、これ、うん、こうやって鍵もついてるから、まあ鍵かかって番号忘れたら開かへんよ絶対忘れたらダメよ。叩き潰そうと思ってもなかなか壊れない。これじゃ穴エアバス、これ何、エアバスの A300 じゃないですか皆に見せてあげる、ボーイングのこれ ジャスだよね。737と対決する A300 ですよ、ね、はい、いやいややっぱこの時代から飛行機で運搬するのに、うん、これ以上でっかい四角い銀箱だと運びにくいってことで、いろいろカメラメーカーが飛行機の制限、2001年にしかもニューヨークのテロがあってからどん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 厳しくなってちっちゃくなっていったよね、テロですか、うん、それに合わせてきっと出てきたのがシンクタンクフォトさんなのかな。ね、今ここにあるのはこれだけなんだけど、有名なのはトローリーバッグや、リュック形式。リュック形式ね、うんうん、なんか最近多いよねリュック形式。そうですね、エアポートシリーズとかシンクタンクさん、まだ一世を風靡してやっぱ一番売れてるようなメーカーのイメージが。そうなんだ、うん、あるけどね、はい、うん、何がいいの。これちなみにあの僕のモデルなんですけど、ちょっと紹介していいですか。これねシンクタンクフォトね、いろいろな機能があるのが、うん、モデルが多いので、例えばこれは VE さんとかも使う、ここに録音機材とかが入るでっかいポケットがあって、はいはい、でこの中にまたこっちに通ってたりするんですよ口が、はいはい、ケーブルが、はい、だからなんかそういうかゆいところに手が届く業務用のカバンっていうところが、はい、結構シンクタンクさん優れてて、はい、エアポートシリーズとか毎年新しいモデルが出るぐらいね。いいですね、企業努力ですね。やっぱりフォトグラファーが作ったメーカーらしいですね。じゃあこの中で書きなんかおすすめモデルを、はい、視聴者皆さんに紹介してスタッフの2人にジャッジしていただきましょう写真機書きだか、スタッフからお題を出していただいて、どういうものを撮る人、誰に向けたカメラバッグをおすすめを。はい、どうぞ。セミプロ。セミプロ。はい、あの土日用によく撮影会に行ったりする。なるほど、ハイアマチュアってことね。はい、なるほど。では、はい、ハイアマチュアに向けて駆け中が選ぶカメラバッグ。いざ勝負。イエーイ。ハイアマチュアって何なのかよくわかんねえけどな。まあ本当にカメラが好きで結構こだわってるけど、本職で仕事で別に写真を撮る。なるほど、じゃあこれやな。あ、じゃあ決まりましたね。じゃあせーので出しましょうか。はい、はい、せーの、せーの、カッキーが選んだのはドーム系の F2 でしたね。なるほど、そうサイズ感がいいんですよ。カメラ1台1台2台レンズ2本3本、まあ多くて4本かなぐらいのサイズ感ですよね。それがこうあんまりね入れすぎたって重くなるんだから、まあ、皆さんに言いたいんですけどね、ショルダータイプですよ。カメラはショルダータイプっていうのはこうよ、こうこうよそうすぐ取り出せるからね。僕はショルダータイプというのをおすすめします。タイミングを逃さない、それは絶対ショルダーで。じゃあ僕が選んだのはモンベルのリュックタイプ。先ほどハイアマチュアの方と言ったけど、僕は土日って聞いて泊まるんだなと思ったんですよ。で泊まる時にバッグをいくつも持っていくのって本当に面倒だし、やっぱり他にもね、これで例えばお土産とか帰りね、もしくはなんかこう傘とか刺すっていうことを考えると、やっぱりリュックタイプ1個でどっか行って、で本当にコインロッカーでもどっかでも預けて、カメラと本当身軽になってそこから撮影に行ってほしいと思うために、例えばこういうカメラバッグ、これモンベル製なんですけど、やっぱりこういろいろ入るだけじゃなくて、やっぱり半分上を例えば衣類を入れるとか、そういう使い方ができるわけですよね。これがなんかモンベルとかのカメラバッグで優れてるんで、
もう本当に何でしょうね、レインカバーもここに、これがアウトドアブランドのやっぱ強みかなと。このレインカバーも結構モンベル製だから強い。カメラバッグ製のやつってちょっとヘナヘナだけど、やっぱここはモンベルかなと思うので、モンベルのカメラリュックを僕は葉山町の方におすすめしします。ジャッジを中野さん、イエーイ、一生ですね。なんだよ、何が良かった、両手が開くショエルに対してちょっと魅力を感じてしまったので、そう、はい、ありがとうございます。やっぱ何か強盗した時両手で行く強盗は来ない日本は、まあ前にやってな刺されても大丈夫になるしね。でもまあ大体、まあ、リュックタイプ使ってるやつは下手くそよ。いやタイミングを逃す、本当にこれにもう一個バッグとか持てないから、うん、持ってく必要ねえじゃん。持ってかなくていいんだ、一泊二日なんて手ぶらで大丈夫だよ。なるほど、いやいや、だから手ぶらじゃダメなんで。でもまあ写真撮るために行ってんのに土産なんて買ってんじゃないですよ写真が土産だろうよ。そんなね、ね、容量をね大きくすればするだけね、写真を詰め込む量が減るんですよ。山にも登れるんですよ、いろんなところに行けるという意味で。まあまあまあ、とりあえず、はい、次の勝負いきましょうか。次の勝負第2戦、30代女性、仕事帰りに撮影するような人。はい、じゃあ選びましょうか。えい、僕は持ってこようかな。イエーイどっから出たのそれはい、はい、ありがとうございます。じゃあこれは僕から紹介しましょうか。はい、なんかなんてことないキャンパスバッグに見えるんですけど、これ実はシンクタンクが作った新しいラインで、ちょっとねよく見てる、なんか違うカメラバッグ似てないですか。これね、この感じがすげえドンケに似てるんですよ。ドンケもやっぱりこのショルダーとこのプッとあるこの持ち手があるんですよね。ドンケにカメラバッグってちょっとこう移動の時とか邪魔じゃないですか。で本当に女性がカメラバッグ持ってくのって重いし、 体格の意味でね、下に置いていかに楽に撮れるかっていうのがキーなんで、下に置いた時にこうスクエアが型のバッグってこけないんですよ。なんで下にカメラバッグを置いて危なくないようにちゃんと取れるスクエアバッグで、中もちゃんと入る、必要最低限カメラ1個レンズ2個アルファぐらいかなで収まるカメラバッグを僕はその人におすすめいたします。僕はおすすめは、はい、70年代のヴィンテージトランクもう、まあ、カメラバッグ、まあまあまあこんな顔をね、うん、はい、お好みのトランク、まあ別に何でもいいですよ、うん、お好みのトランクをこう中に、ね、入ってんねやこれ、入れればね簡単にカメラバッグになるわけですよ、うん、自分の好きなトランクにカメラバッグにできるわけです。めっちゃ面白かった。家に帰った時にね、もうカメラをカバンに入れっぱなし、怖いぐらい。一旦返してあげる場所を作ってあげるとですね、壊したりもしないから、ちゃんとこういうハードなトランクなんかね、自分のお好みのものをこう入れればいいわけですね。これこの前のあれやないか、ローライやないか。そうそう。そういう風に作ることで、ほら何よりこうやって、あ、じゃあ今日はね、車でちょっと行こうかしら。なんて言った時にはね、車でコペンとか乗ってね行くでしょうから30代これ入れてきゃいいわけでしょ。お友達と2人で海岸線に行ったらこうやってね、なんで海岸線ないの、こうお友達座らせて写真撮らせばいいんですよというようなことができるので、僕はこういうヴィンテージトランクをおすすめします。なんか旅行っぽいね、確かに、まあ、トランクやからな、何でもカメラバッグにはなれるということです。なるほど、では、はい、きょんちゃん、どっちが、30代女性仕事帰りに撮る人のスタイルに合ってたでしょうか。お願いします。カキ、イエーイ勝因は何ですか。言われるよ絶対、仕事にこれできたら言われるよ。そうでしょ、これ何どうするのってどんな仕事やねんこれ
これもできるじゃん。できない。職場で。ハードタイプはどうなの？ハードタイプ、はい、じゃあ僕ちょっとおすすめなのはプロテックスですね。ペリカンやっぱ重いんですよ。ペリカン重いかい？ちょっと持ってくるか。うん、やっぱペリカンでしょ。じゃあローラーケース対決ね。ペリカンをじゃあ説明してください。ペリカンよ、めっちゃ硬いで有名や。飛行機から落ちてても助かった。それだけでも信頼に値するケースタイプの、ハードケースタイプの、まあ、カメラ用というわけではないけど、まあ、機材用のケースですね。僕の方は、はい、日本製のプロテックスというメーカーで、映像とかよくこれのハードケースで入ってるんですけど、僕の場合はここに、あ、ごめんね、ちょっと待ってくれね。よいしょ。このソフトケースをこうやって入れる。この中をね、変えられるんですよ、ソフトケース。だからこれに合うソフトケース僕3個持ってて、さらに増やそうかなと思ってるぐらいで、パッと変えられるんですよね。でこう、要はペリカンばっかりずっと揃えてると、正直あのカビも怖いし、思うとね、出っ放しの状態見てみますか。どうぞどうぞ。C100回カビてはないね、もろもろにもなってないけど、まあまあまあ、ね、まあ、僕これは、はい、飛行機から落としたけど大丈夫やったし、まあ、これは自衛隊も使ってる衝撃吸収の。でもそのソフトケースをわざわざ入れ替えるのはなんでなん、うん、これソフトケース入れてたら他のものもこれ1個で、台車乗せたらやん、台車に。だから台車の時もあるし、台車の時はこれこのまま持っていけばいいけど、例えば飛行機に持っていく時に、飛行機用ね、そうそうそう、これ外してもっとちっちゃい飛行機の時はこれもダメだって言われる時はこれ外して、これだけ。これどうすんの？じゃあこれは、預けに持ち、機内に持ち込みたい、ね、そうそう、機内に持ち込みたい。最悪の場合はこれ、ハードケースに入ってソフトケースに入ってりゃ、もう腹に入れりゃいいんじゃないの？何のためのハードケース？いやいや、あとこれちょっと持ってみる。これ自体はすげえ軽いから、まあ、確かに軽い。そうそうそう、これが結構メリットなんでね。まあ、ペリカンもそんな重くないけど、ね、いサイズ差はあるけど、まあまあ、じゃあこのハードケースローラー対決で締めようか。何？お互いぶつけ合うってことは。いや違うわ。スタッフ2人で、はい、ペリカンとプロテックスとどっちが魅力的に映ったか勝敗を決めて、1勝1敗だからね。誰が決めるのこれ？いや、この2人でいきます。せーの、ペリカン。イエーイ USAUSA！ カッキーの勝ちで。なるほど。なんでカッキーだった？ペリカンですか？うん、ペリカンがいい理由は、あ、ここね。いろいろなカメラケースがあるけど、じゃあ皆さん何か、はい、一言。一番いいカメラバッグなんて、各々の状況で選ぶものなので、ちゃんと自分に合ったものを選ぼうね。ですね、好きなバッグを持つことでテンション上がると思うんですよ。だからあまり機能性に逆にこだわらなくてもいいんじゃないかなと。インナーケースだけでいいんじゃないかなと思うんですよね、普通のバッグに。どうしたの急に。いやいやいや、これあの紹介しようと思って忘れてたんでね。インナーバッグこれだけで3000円ぐらいなんですよ。でこれで例えばどんなトートバッグにも入れられるし、置くときなんだよね、下に。別にカメラバッグだからって特別なことってそんなないよね。そうですね、自分の服にはこれが合うとか、自分は持てるのはこのくらいとか、そういう理由で、自分の理由でカメラバッグを選ぶべきかなと思います。ぜひカメラバッグを選ぶことも楽しみにしてください。そんなわけで柿中おすすめのカメラバッグ会でした。ありがとうございました。